ズーム F6 のファームウェアアップデート方法をご紹介します。初めて使用する SD カードは本体でフォーマットしてから使用します。フォーマットの仕方は簡単です。電源を入れてメニューボタンを押します。上下ボタンでシステムを選択しチェックボタンを押します。 SD カードフォーマットの順に選びます。フォーマット画面で実行を選択します。これで準備完了です。 F6 はカードリーダーとしても機能します。カードリーダーとして使用する設定に変更しましょう。 F6 とコンピューターを USB ケーブルで接続してください。電源を入れてメニューボタンを押し、システム、USB、カードリーダーの順に選択しチェックボタンを押します。製品の公式サイトにアクセスし、右上のダウンロードを選び、ファームウェアをダウンロードします。ダウンロードファイルは ZIP 形式の圧縮ファイルのため、ダウンロード後必ず展開してください。展開後、BIN ファイルを SD カードのルートディレクトリに保存します。カードリーダー機能を解除しましょう。メニューボタンを押すと USB 接続を終了できます。コンピューターと F6 の USB 接続を外して F6 の電源をオフにしてください。再生ボタンを押しながら電源をオンにします。確認画面が出てくるので、アップデートを選択しチェックボタンを押します。アップデートが完了したら電源をオフにします。これでファームウェアのアップデートは完了です。